本霧駅は、北海道日高郡新日高町三井市本霧にあった、北海道旅客鉄道日高本線の駅である。電報略号は霧。1978年の本霧駅と、周囲約500メートル範囲。右下が、様ま方面。島式ホーム一面二線。駅舎前は、構内踏切まで、様ま側からの貨物積み下ろし線が伸びる。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成所在地名よりアイヌ語のポンケリマの前半に由来するとされている島式ホーム一面二線を有していた地上駅で列車交換可能な交換駅となっていた駅舎側が下りの一番線駅舎と反対側が上りの二番線となっていた その他一番線の様に方から分岐し、駅舎南側に至る側線を一線有していた。当駅から日高本線末端の様に駅までは列車交換可能な駅がなかった。静内駅が管理していた無人駅だった。駅舎は構内の東側に位置し、ホーム北側と構内踏切のある長い通路で連絡していた。友人駅時代の住宅のような外観を有した。 こじんまりとした木造駅舎を有していた。正面から見て駅舎右隣に別棟でコンクリートブロック作りでステンドグラス風のパネルが設けられたトイレ棟を有していた。かつて駅裏には三井市営林所の土場があり、貨物列車営業時代には木材の搬出が行われていた。1日上降人員は以下の通りである。また JR 北海道によると、 乗車人員平均は以下の通りである。駅前には食堂や商店、民家が並ぶ。JR 北海道北海道運輸局、ありがとうございます。